白い人、実況プレイ始めていきたいと思います。白い人とお話しするみたいなゲームらしいですね。やっていこう。エンディングは2種類あるらしいです。白い人、あ、俺黒い人、目玉みてえな観葉植物みたいなあんな、お前と喋んのか。これ何？おかえりさや、今日もお疲れ様。授業はしっかりやれた？いつも通り過ごせた？さやのことだから大丈夫だとは思うけど、やっぱり心配になるんだ、ごめん。お兄ちゃんとか？ねえさや、僕たちもう2年生だね。双子なのかな？僕が閉じこもり始めてもう3年になる。ずっと引きこもってると嫌なことばかり考えちゃうんだ。一日中同じことをぐるぐると。3年引きこもってんの？なのに学ラン聞いてんの？でも外に出るつもりはないよ。怖いんだ、わかるだろ。眠くなってきたね。そろそろ寝ようよ。それじゃあまた明日。頑張ってね、さや。何を頑張ればいいの、私。白い人。あ、こうやって始まるんだ。いやー、怖い学校。皆さんおはようございます。今日も一日楽しく過ごしましょう。楽しく過ごせるか、これで。というわけで今日は桜の絵を描いてみましょう。クレヨンを出してください。クレヨンで表現するの激ムズだろ。クレヨンってさ、手軽だけどさ、手軽で安全だけどさ、難易度は高いよね、普通に。画材道具としては。描けましたか？今日の授業は終了です。また明日。クレヨンって難易度高いと思うんだよな。おっと？噂されてるか、まさか。よ。帰ったらすぐ行くわ。準備しといてな。うん、了解。顔のない同級生たち。何しに行くの？まあ遊びに行くんか。同じような前が見しやがってよ。どこに記録しますか？セーブできるんだ。1日目。何日続くんだ？いいな、このゲーム。は女の子たち。よ。じゃあその人保健室に行ってるんだ。なんでなの？さ、知らない。ああ、俺のお兄ちゃんか何か保健室に来てんの、白い人。お兄ちゃんかもわかんないけど。実在する人ではあるのか。てっきりなんか、実在しないのか。笹川クリニックが右にあるの。え、学校から帰っていいの？保健室とか行かなくていいの？まあ、笹川クリニックと反対の方向行くか。行けないなら笹川クリニックの方行こう。たずみや。なんだろそれ。おばちゃんいる？いつものちょうだい、いつもの。おばちゃん入れないわ、たずみやにも。こんな入れそうなのに。笹川クリニックちきえな。家なのか、笹川クリニック。ここまで来ると家なんでしょうか、僕の。ここ笹川クリニック、もういっそのこと笹川クリニック。ああ、ちょっと待って、ここ家なの？じゃあ入れた。ちょっと待って、笹川クリニック行きてえよ。行けねえんだ。よ、お前先に帰ってたの？お帰り、さや。今日もお疲れ様。宿題もないし、ゆっくりしよう。宿題ない？やっぱ学校には来てんのか。誰にも話しかけられない日はすごく楽だね。こんな日がずっと続けばいいのに。やっぱり僕はここにいた方がいいんだ。そうだろ。もっと早くこうすればよかった。こんな世界で生きていけるわけないんだから。どうしてわざわざ我慢してたのかな。いやー、そうだよね。確かにな、学校行きたくねえなってなったら。いやー、そっか、でも、めっちゃ、そっか、未来のこととか考えると言っといた方がいいのかとか思うか。過去のことを考えて暗くなるのってほんと無意味だよね。もうやめよう。まあね。過去のこと考えて、あー、あの時ああいうことしたなー、うわーってなるのが一番無駄な時間だもんね。それじゃあまた明日。頑張ってね、さや。うわーって思った記憶とかもう消えればいいのよな。皆さんおはようございます。今日も一日楽しく過ごしましょう。というわけで今日は月の絵を描いてみましょう。クレヨンを出してください。なんだ、美術学校なのここ。月の絵ね。桜の絵が、あ、そうだよね。色彩感覚があれなのか。主人公色彩感覚がさ、ちょっとあれなのかな。なんかさっき桜の時もなんか桜って言われたら普通ピンクで描きそうなところ、まあ、あえて茶色とかで描いて桜の表現をしてんのかなとか思ったけど、月紫にしてるな。でも夜の黒は黒なんだ。今日の授業は終了です。また明日。
なんか色彩のあれがちょっと違うのかな、人とは。佐山くん、どうかした？え？何も。そいつ、何聞いてもそれだから構うだけ無駄だぞ。そうなんだ。俺ってそうなんだ。あ、いや、どんな制服の着方してんのそれ。うわ、かっこいいやつ現れた。うん？ああ、さやじゃん。どんな学ランの着方してんの？なんでその着方にしたの？おい、なんだよ、久々に会ったってのに。お前、顔がめちゃくちゃいいな。まあいいや、一緒に帰ろうぜ。友達なのか？はいはいはい、もうはいしかないんだけど。あ、いいよ。よっしゃ。でも一緒には帰るけど、ちゃんと学ラン着ろよ、一旦。何その着方？ちょっと恥ずいって。おい、どこ行くんだ？なんでそういう風に着てんの？わざとだよね。わざとやってるよね。なんでなの？おい、帰るぞ。ああ、ちょっと俺の絵とか見たかった。笹川クリニックって知ってる？お前笹川クリニックの人もまさか。一回行ってみたいんだけど、たずみは寄る？ここいつも寄れねえんだ。寄れそうなのに。寄れそうな空気感だけ出してきた。お、なんだなんだ。なあ、さや、あの段ボールに猫いるぞ、見ようぜ。見ようぜ。ほんとだ、かわいいね。高級な感じするけど、なんとなく。猫に高級とか言っていいんかわかんないけど。この猫、今朝からいたぜ。なんで後ろになんだろうな、知ってるか？知らない。だよな、触ったら噛むから。あ、平気っぽいな。さやも触ってみろよ。はい。友達か、本当に。噛まれた。あ、大丈夫か。血出てるぞ。無表情すぎる。大丈夫。さや、もう帰れよ。俺はまだここにいるからさ。家でカット板貼れよ。うん。なんだなんだ。うわ、あいつら何してんの、キモ。よく触れるね。私絶対無理。そっか。まあ、そういうパターンもあるわな。疎まれてんの、こんなビジュアルいいのに。こいつ。やっぱ、学ランの着方があんまなのか。どうしたんだよ、早く手当てしてこい。わかった。じゃ、学校帰れたりもすんの？しないな。今日こそ笹川クリニックに寄ってから帰るぞ。一回笹川クリニックの方行きてんだ。笹川クリニックって、あ、なんだ。行けるね、結構いろんなとこに。こことかはなんかあんのか、じゃあ。笹川クリニック、あ、ちょ、一応セーブしとくか。あ、行けない。笹川クリニックは行けねえんだ。なんだ。笹川クリニックイベント起こるかと思ったわ。よう、ただいま。おかえり、さや。今日もお疲れ様。指大丈夫？痛かったよね。なんで知ってんの？やっぱあれなのか。イマジナリーフレンド的なやつなのか。それにしても、びっくりしたね。マキが学校に来てたなんて何年ぶりだろう。ちょっと迷惑だったよね。猫には噛まれるし帰りも遅くなった。せっかく慣れてきたのに。明日もいるのかな。でも久々にマキと話せて少し嬉しかったね。気まずさの方が勝つけど。楽しかったよ。楽しかったんだ。もう寝ようか。うん。明日も頑張ってね、さや。そっか、わかったわかった。置いてきてんだ。そのなんか自分の心を家に。家に自分の心を置いてきて、空っぽの自分が学校に通ってるみたいな状態っていうことなのか。皆さんおはようございます。今日も一日楽しく過ごしましょう。というわけで今日はカラスの絵を描いてみましょう。クレヨンを出してください。カラスは何色で表現するんだ？黄色。描けましたか？今日の授業は終了です。また明日。オレンジか。どっちかというと。よう。なあ、隣のクラスに飾られてる絵見たか？え、見てないよ。どんなの？とにかく気持ち悪いんだよ。クラスに一人はいるような、ああいうの描くやつ。あいつの絵だったりする。あ、よう、またお前か。さや、帰ろうぜ。あ、いいよ。何？何の絵？私の絵？まさか。俺が描いた絵。隣のクラスだもんな。隣のクラス行きてえよ。なんでいけねえんだろう。お前頭怪我してるけど大丈夫なのか。
ずっと怪我してんの。笹川クリニック行ったら。なあさや、タズミや、タズミ行かね。しばらく行ってないんだ。あ、いいよ別に。俺も行きたかったよ、タズミや。タズミって呼んでんだお前。久々だな。何にするか決めてるか、何があるのかも知らんよ。アイスがあるのはアイスがいい。決めてない。俺が適当に決めちまうぞ。よし、そこで待ってろ。ああ、いいね、そういうの。頼むわ。お前のセンスに任す。相変わらずばあちゃんぐっすりだな。ほらよ、持ってきたぜ。ポテーボーのカレー味。ポテーボー。お前好きか？カレー味ちゃんと。カレー味が入荷してるなんてラッキーだな。やっぱりうまいな、これ。なあ。うん。どういう会話よ。うまかったな。じゃあ今日はもう帰ろうぜ。うん。楽しくなっそうだぞ。学校の帰りって一番楽しいんじゃねえの。あ、お前ここで？また明日な。ビジュアルめちゃくちゃいいな。あ、まだいんのか、猫。あ、まだいるんだ。謝ってる？まさか。昨日噛んだこと。別に気にしてないよ。お前もたくましく生きろよ。笹川クリニック。こっち側は？結局なんもないんだ。で、笹川クリニックも行けないんだもんね。オッケー、帰ろう。ただいま。よ。ね。マキのやつ盗んだんじゃないの？だとしたらまずい。あ、やっぱ盗んだ。ちょっと思ったんだよ。ばあさんぐっすりだったとか言ってたけど。カウンターに金置いてる可能性あるぞ、全然。でも普通に。さやも何でも食べちゃうの。いけないこと、いけないことだよ。そんなこともわからないの。マキはどうしてあんなことしたんだ、万引きなんて。いや、万引きしたかどうかわかんねえじゃん。万引きしてきてやったぜ、へへへとか言ってんならまだしも、普通に買ってきた可能性の方が高いだろ。他の人にバレないの気をつけて。その辺はさやなら心配いらないと思うけど。とにかくもうマキと関わっちゃダメだ。わかった。頑張ってよ、さや。え、別に俺あいついいやつだと思うけどな。今日は何を書く？皆さんおはようございます。今日も一日楽しく過ごしましょう。というわけで今日はハエの絵を描いてみましょう。ハエの絵なんて描いたことないよ。やだよ、不気味な絵描くの。ハエがそんなキラキラして見えるか、お前。描けましたが、今日の授業は終了です。また明日。桜じゃん、まるで。よ、お前ら、元気か？保健室登校だったやつ来てるんだろ？名前なんつったっけ？確か、マキ？マキヤマかな。あの変な絵はその人が描いたんだろうね。ああ、そうだろうな。何考えてんだろう。ああ、マキヤマ。マキヤマのことマキ。さあ、帰ろうぜ。あ、いいよ。でも同じような絵が飾られてるけどな。昨日は楽しかったな。今度また食わせてやるよ。あ、そうか、お前のおごりだったのか。うんうん。ありがとう。これ何？お前が描いた絵と俺が描いた絵が似ているとかそういう話なの？みんな月、それともこの世界の月は紫なの？うわ。ん？なんだ？猫が惹かれてんの？かわいそう。惹かれたんだね。私。猫を飼ってるから余計にきついかも。猫。この世界、俺らが知ってる世界じゃねえんだ。猫じゃねえんだ。猫なんだ。何猫？猫が惹かれたみたいだな。公園前にいる猫かと思って焦ったぞ。けど、いくら猫でもさすがにかわいそうだ。何猫って。おい、何猫って。お前ら猫には 気にも留めなかったら猫は気になんの？なんで惹かれちゃうのかな？車の人も気づけないのかな？いやー、むずいよね。動物って突然さ、飛び出してくるもん。難しい、そこら辺は。猫って言うんだ。タズミは行く？お菓子はまた今度な。そうだよな。絶対万引きしてないよな。金で買ってるよな。だって万引きしてんなら別にまた今度とか言わなくてもいいもんな。やっぱり猫より猫の方が可愛いよな。わからん。俺猫を見たことないからさ。で？なあ、さや。俺さ。俺がいない間にさやもあいつらみたいになっちまったのかなって思ってたけど、そんなことなかったんだな。昨日も一昨日も楽しかったから。なんかこの世界やばいの。
さやがさやのままでよかった。うん。じゃあまたな。普通のやつが普通でいられない世界なのか、ここって。一応セーブしとくか。今何日目だ？4日目だ。え？あ、いるじゃん、マキ。ん？え、サヤ、どうしたんだよ。なんでこんなとこに。もう暗くなるぞ。帰れって。え、帰んねえよ。お前どうした？話あるか？聞こうか？帰りたくないのか？それなら別に止めないけど。俺もだし。あ、家はあるのか、ちゃんと。うん。なんだ。さや、俺もう帰るけど。さやも帰った方がいいぞ。雨降りそうだし。うん。じゃ、今度こそまたな。帰りたくなかったんだ、俺。よ。またな。え、お前本当に帰るよな。なんか、あ、戻れねえ。笹川クリニックにも行けない。おー、この世界がちょっと変なんだ、多分。まともなやつが俺たちしかいないんじゃねえか。よ。で、俺ももうまともじゃなくなってきてんのかな。さや、関わっちゃダメって言っただろ。マキはおかしいんだ。さやまでおかしいと思われちゃうよ。だってさ、家に飾ってる花もさ、ああいう不気味な感じになってるから、本当にこの世界は、俺たちが住んでる世界とはちょっと違うのかな。なんかそういう世界に変貌してったってことなのかな。わけはおかしいんだ。さやまでおかしいと思われちゃう。猫より、猫の方が可愛いに決まってる。猫は気持ち悪いんだ。さやもそう思うでしょ。そう思わなくちゃダメなんだ。それが普通なんだから。ああ、そういうことね。ああ、そういうことね。結構ヘビーな話だな。お願い。僕のこと守ってさや。そっか。だから、学校で浮いたりするっていうのがテーマなんだ、これ。だから、みんなが好きって言ってるものを好きじゃなきゃいけないし、みんなが、いや、そっか。だから、みんなと違うことをやるのが良くないってことなんだな、多分。だから、あの、月とか、カラスとかも、月も紫の世界で、カラスもオレンジの世界なんだ。お願い、僕のことを守ってさよ。なこと言われても。自分らしく生きていたいよ。皆さんおはようございます。今日も一日楽しく過ごしましょう。じゃあこの先生とかもさ、そのなんか子供から見た先生はちょっと怖く見えるから怖いように書かれてるのかと思ったら、本当にこういうやつらが先生の世界なのかもしれない。というわけで今日はイルカの絵を描いてみましょう。クレヨンを出してください。イルカとはどんなものか。イルカとはどれだ。おい、どれがイルカだ。かけましたか。今日の授業は終了です。また明日。ヒールみたいなのイルカって、この世界の。よ、じゃあ明日1時に集合な。うん、了解。どこに。俺も行こうかな。あ、マキいない。みんな同じ。じゃあそういうことか。これ俺の絵が飾られてるとかじゃなくて、全員の絵が飾られてんだ。だから桜はみんなこういうのが当たり前で、月はこういうのが当たり前、カラスはこういうのが当たり前、ハエはこういうのが当たり前の世界なんだ。そうか。一人だけ、わ、カラスめちゃくちゃ上手じゃん。桜が、あー、で一番下がマキが描いた絵ってことなのか。ハエはこうだし、カラスも趣あるイラスト描くの。そっか、そういうことか。みんなちょっと変わっちまってんだ。ほんと不気味だよね。猫触るだけのことはあるわ。ね、信じらんない。あいつビジュアルいいのにモテないのはそういうことなのか。だからもう、そういう世界なんだ、ここは。淘汰されるんだ、少数派は。え、お前どうしたよ。さや、帰ろうぜ。家でなんかあったのか。そっか。だから、感性がまともっていうか、俺らみたいな感性っていうか、なんだろう、周りと属せない感性の奴らは、あんたなんでそうなのよって親にも言われてるってことなのか。だからこの世界での普通にならなきゃいけないんだ。今の俺たちが住んでる世界のカラスとか桜のようなことを書いちまうとダメなんだ。なあ。今日も昨日のとこ行こうぜ。あそこさ、実は俺の秘密基地なんだ。そうなんだ。まあいいよ、行こうぜ。
そうか、いろいろあるな。タズミヤは行かなくていい。猫触るだけのことあるよねって何なんだよ。このまま帰ったらどうなんだ。おい、どこ行くんだよ。あ、帰れないんだ。っていうことはループは、ループじゃねえ。分岐はしねえのか。ここがお前の秘密基地か。これからは俺の秘密基地にしてもいいか。ここいいだろ。誰も来ないんだ。昨日はサヤが来たけど。ここいいだろ。誰も来ないんだ。昨日はサヤが来たけど。けどさ、もともと教えるつもりだったんだぜ。サヤのおかげで手間が省けたな。うん。あ、そうだ。タバコ、父さんの部屋から持ってきたんだ。おバカか。お前らどう考えても中学生だろ。今日こそ死ぬかと思ったぜ。吸うか？いや、吸うんだ。なあ、前から聞きたいことがあったんだけどさ。なんでお前あんな絵描いてるんだ？あれが普通だから。普通なわけあるか。俺昔言ったよな。あ、おかしいのはあいつらだって。なんで嘘つくんだよ。そうじゃないと生きてられないのか。傷つかなくて済むから。あー、そっか。じゃあ、あの白いやつが言ってたのは、元からこうすればよかったとか言ってたのは、今までずっとマキみたいに生きてきたっていうか、自分が見えるもの、リンゴは赤、カラスは黒みたいな生きてきたら、あの子ってなんかちょっと変だよねって周りで言われたから、言われてきたから周りのやつに合わせてみたのか。そうかもしんねえけど、そんなのずりーよ。いや、お前はお前のままで会ってくれよ。何があっても。タバコ吸わないのな。それも傷つくからか。うん、タバコは別に吸ってもいい世界なのか。やっぱりサヤは変わったんだな。なんだか置いてかれたみたいだ。寂しいな。その辺に捨てていいぞ。ごめんな。おい、ライター危ないぞ。タバコ吸うのか。俺たちだけでもこの世界でまともでいようぜ。ケホ。さや。マキと友達でいたいから。なんだよ。それなら変な意地張るなよな。うん、ごめん。いや、いい話だな。今日はもう帰ろうぜ。うん。お前、毛がどんどん増えてってるけど、大丈夫なのか？なんかあったら言えよ。帰るんだな。なあ、さや、明日も秘密基地行こうぜ。夜に集まって星を見るんだ。お菓子とか持ち寄ってさ、いいだろ。うん、いいけど、今日じゃダメなの。実は今、天体観測にぴったりのやつを作っててさ、今日中に完成させるのは無理そうなんだ。今夜起きまくって、明日完成させるから。わかった。じゃあまた明日。ああ、楽しみにしてろよ。いいな。大丈夫か？あいつ死んだりしねえよな、さすがに。あ、もういけないんだ。白いやつはだから、自分を守るためのやつなんだ、こいつは。よ。そっか。サヤがそうするって決めたんならいいよ。一緒に行こう。僕ね、思い出したんだ。こうなったのはマキがいなくなってからだ。だから、マキがいれば大丈夫な気がするんだ。ああ、よかった。こいつもなんか堅くなに、そういう風に言ってくるんじゃなくて、この主人公の子を、が楽しい方っていうか、行きたい方に行ってくれんのか、ついて行ってくれんのか。怖くないって言ったら嘘になるけど。でもきっとマキが助けてくれるから。明日、楽しみだな。あ、いい方に進んでそうだな。あ、終わったわ。終わったわ。桜と月。マキが描いた絵か。だからちょっと変わっちまったんだ。夕日が空はオレンジ。ハエはこうだもんな。確かに簡単にハエ描くってなったらこう描くか。あ、イルカめちゃくちゃ上手じゃん。
天体観測一緒にしたいんだけど。皆さんおはようございます。今日は悲しいお知らせがあります。保健室に投稿していた牧山くんがお亡くなりになりました。なんでなんで。というわけで今日は空の絵を描いてみましょう。クレヨンを出してください。というわけでって何。おい、どういう世界なんだここは。先生できました。わあ、俺が牧になるのか。今日の授業は終了です。また明日。空は青じゃないのか。じゃあ本当は。そっか、なんでかわかんないけど、うわあ、黒い人になってる。なんでかわかんないけどマキが殺されたんだ。だけどもうマキと一緒に行くって決めたから、マキがいれば大丈夫だよねって昨日は言ってたけど、マキがいなくなってももうマキと進むって決めたからもう戻らないんだ。かっこいい話だ。どこからだ。記録がありません。え、ロードができねえ。あ、じゃあもう一回始めからってことっすかね。はい、変わんのか最初から。よう、おかえりさや。今日もお疲れ様。授業はしっかりやれた。いつも通り過ごせた。さやのことだから大丈夫だとは思うけど、やっぱり心配になるんだ。ごめんね、さや。僕たちも2年生だね。僕たちも2年生だね。だから自分自身なんだもんね、こいつも。僕が閉じこもり始めて、もう3年になる。僕が閉じこもり始めて、もう3年になるってことは、単純にこいつら別々の存在じゃなくて、同じ存在で、こいつが、だから自我、みたいな。なんだろう。らしさ、みたいな。感じだったのかな。だからもうその自分らしさみたいなのを心の奥に閉じ込めて3年って意味なのか。ずっと引きこもってるけど嫌なことばかり考えちゃうんだ。一日中同じことをぐるぐると。でも外に出るつもりはないよ。怖いんだ。わかるだろ。だからこいつが自分らしさを出しちゃうと周りの人から非難されるかもしんないから、怖いから出ないってことなのか。眠くなってきたね。そろそろ寝ようよ。なるほどね。これじゃあマキと白い人、マキと一緒に行かないだな。じゃあ4日目まで来ました。わあ、ヌコの下りか。ヌコじゃねえわ、メコだ。ここまで全く変わんなかったんで、まあでもなるべくマキと喋らずに来たっていうか、まあストーリー上多分喋んなきゃいけないんだけど、もう一回喋りかけて来てたところとかを喋らずには来てるんすけど、多分だけど、じゃあねって言った後に秘密基地で会ったのがルート分岐なんじゃねえかと思うんだよな。なあさや、俺さ、俺がいない、あ、そうだよな、こんなこと言ってたよな。なんでお前死んじまったんだよ。何があったんだよ。やっぱ殴られたりしてるとかなのかな。もう怪我がめっちゃ増えてってるもんな。でも俺の前では何も言わねえんだろ。さや、関わっちゃダメって言っただろ。マキはおかしいんだ。さやまでおかしいと思われちゃう。猫より、ああ、ここら辺も変わんねえんだ。ああ、むずいな。え、なんでなんだろうな。二人だけで生きていきてえよ。マキは学校来るんだよな、でも。どれがいるかなのかもうわかんねえもんだって。あ、水なのか。水もオレンジなのか、この世界は。ってことなのか。マキはいないな。あ、終わるのかこのゲーム。ほんと不気味だよね。猫触るだけのことあるわ。何なんだろうな。いじめられてるとかではなさそうだよな。だって死ぬほどだもんな。大丈夫かお前なあ。今日は俺のとっておきの場所に連れてってやるよ。さやの家を通り過ぎてすぐのところで曲がると突き当たりがあるんだ。そこに行こうぜ。あ、じゃあこれ変わんねえのか。ルートまさか。秘密基地には絶対行くのか。そっかそっか。あ、そうなのか。なんだ、秘密基地には絶対行くんだ。
秘密基地に行かないルートがあんのかと思った。あ、でもあれか、秘密基地の時に出てきた選択肢か。そっかそっか、セーブがなかったから忘れた。ここいいだろ、俺の秘密基地誰も来ないんだ。うん。あ、そうだ、タバコだろ。お前なんでそんな怪我してんのか教えてくれよ。今日こそ死ぬかと思ったぜスーカ。今日こそ死ぬかと思ったの、やっぱ親にやられてることは確実なんだもんな、どう考えても。まあ、はいしかないもんな。うえ、な、前から聞きたいことがあったんだけどさ。あ、そうだよね、だからずっと A 見てたんだ、マキは。いやー、何なんだろうな、この世界が。こっちのルートではわかるのかな、この世界がどうなのか、どうなってんのか。マキはどうなりたいんだろうな。タバコ吸わないのな、それも傷つくからか。やっぱりサヤは変わったんだな。なんだか置いていかれたみたいだ、寂しいな。その辺に捨てていいぞ、ごめんな、俺帰るから。じゃあな。あ、そも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 が選択肢出てこねえわ、なんかこっちだと。タバコも吸わなかった。警報警報の下りもないし、明日の天体観測の約束もしてない。そもそも変わんのか、2週やったら取れるようになってんのか。すごいよ、頑張ったね、サヤだけでもできたね。きっともうマキは話しかけてこないよ、またいつも通りの生活が送れる。え、何したの俺。傷つかなくていいんだ、そしたらいつか2人で外へ出られるよ。嬉しいな、サヤも嬉しいよね。全然嬉しくねえよ、ごめん、サヤにはわからないよ。でもね、きっと僕もサヤみたいになれる日が来ると思うんだ、だからそれまで頑張ってね、さえ。まるで機械のようにってことなの。え、このルートだと桜は黒だ、バッドエンドっぽいぞ。まあ、全然さっきの方のルートの方がバッドエンドか。マキは生きてられるなら俺はもう自分を押し殺したっていいわ、押し殺したっていいし、マキと疎遠になったってマキが生きてられるならそれでいい。俺の絵が置かれてんな。皆さんおはようございます。今日は悲しいお知らせがあります。あー、でも結局マキ死ぬのか、空の絵を描く。だからどう生きていくかなのか、もう決まってんだ道は。先生できました。あー、空はこうなんだ、この世界は。わー、そっか。じゃあもうバッドエンドじゃん、全部が。いや、怖いわ。そっか。あ、白い人に戻ってる。というわけで白い人、ここまでしよっかな。この作品はちょっと前にやったリスパーダルキスっていう作品と同じ制作者の方が作ったゲームなんですけど。で、まあ、この前のゲームがめちゃくちゃ良かったんでやることにしたんですけど。いや、こっちのゲームはやっぱ独特な世界観で、いや、結局マキが助かんねえ、まあ、エンディが2種って書いてあったんで、結局マキが助かんねえのかって思ったな。うわ、助けたかったな。この世界が不気味っていうのがいいっすね、いいっすね、つが怖いっすね。普通にこんな世界になっちゃったらどうすんだろう。でもまあ、そっか、なんか個性とか無個性とかが極論まで言ったらこうってことだもんね、多分。これが個性。みんなが言ってる個性に合わせなきゃいけないのが個性って感じになっちゃうってことだもんね。いや、難しいけど、とても面白いゲームでした。白い人。気になったらぜひやってみてください。